感慨深いとか言いたいんですけど、結構ねこう言うとね、お前が伸ばしたんだろうみたいな感じでね怒られそうだよね。ね、お前が伸ばしたんだろう。いや俺が言う。あ、どうぞ進めてください。はい、デズトリアは第3夜ということで、はい、奇跡的にも3回目が、いや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 、伸ばしたらそっちやけんね。俺別に何もリスナーも悪くねえから。完全にね、大事な情報だけを厳選して、お伝えしてきたわけですけど、そうそう、まあ、これもいよいよ第3回ということでね、はいはい、でまあ、今回、いよいよ、第11回 TCS、はい、もう間近に控えてますね。もうすぐやで。そうですね、もうやった場合なの、そんな場合じゃないんですよ。やめましょうかこれ。いや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 、俺が悪かった、俺が悪かった、ね、楽しみにしてくれてる人も多いかと思いますけど、はい、間近に迫った第10回 TCS の、はい、まあ、内容にちょっとだけ迫ろうかなと。いやいや、もうそう、もう2回スクールだったよ。いいそろそろ、ね、だからそういう内容でお届けできればなということで、はい、放送していきたいと思います。はい、ところで、はい、なんか面白いことありました？これね、多分1週間過ごすのがね、苦痛になってるんじゃないかな。じゃあ、とっておきの、いやもうさ、もう完全に言いたいだけやろ、それ。いいよ。あのね、これ、思い出話みたいな感じなんですけど、このね、TCS を、はい、まあまあ、長年、影から支えてくれているというか、はいはい、ね、TCS 運営委員会という、ね、はい、まあ、組織もありつつ、はい、その中に長年席を置いて頑張ってくれている、はい、アンデッドさんというね、何が欲しいんですか？これでもね、聞く人が聞いたらもうクスってなる。いや、そのね、ハンドルネームアンデッドさんという方がいらっしゃるんですよ。はい、ね、ムードメーカーと言いましょうか。もうムードメーカーね。もうで、まあ、年長者でもありますし、ね、頼れる、頼れるね、頼れる、頼れる、頼れるか、頼れる、頼れる、いや、そうだ、そうだ、本人は言われる、本人は、本人は、俺だけでも本人じゃなくて、リスナーだから、そんな組織でいいなって。いや、まあまあ、まあ、そのアンデッドさんのね、はい、まあ、簡単に言うと、はい、あちら側の住人かなっていう、なるほどね、なるほどね、いうね、あちら側のね、まあ、思い出話をね、ちょっとしたいなと思ってね。いや、いいけど、いいの、まあまあ、僕もね、長くさせてもらってるんで、はい、まあまあ、昔ね、やっぱ一緒にお出かけしたりとか、お出かけしたり、あったんですよ、あったんですかね。だから、まあ、ある時ね、あれ、なんていうんですかね、まあ、そういうなんかこう、サブカルチャーばっかりのショップみたいなのあるじゃないですか。おお、はい、まあ、ああいうとこにちょっと用事があるんやと、はい、行ったことないから、うん、もう見てみたいなと思って、うん、まあ、見て面白かったんですけど、うん、まあ、そこで なんたらのアニメのなんか主題歌じゃないとか、あれね、あれね、そう、 CD を欲しかったんよみたいな。おお、欲しかったんよ。いや、そういうマッチでも分かんない。変な声出しだけなんですよね。買いましたと、はい、で、まあ、息を得ると、まあね、そのアンデッドさんの車は僕助手席乗って運転しながらなんかガサゴソガサゴソやってるんですよ。で、その買った CD 出してパッケージ取ってちょっと聞いてみようって言ってこう、ね、あの CD のところにこう入れるわけですよね。ちょっと聞いてほしいと、はいはい、でって入れたら CD がふーっとこうまた出てくるわけですよ。一回入れたのにふーって出てくるんですよ。いやいや、それゴミ場にはいいじゃない。で、またこう、またギュッとこう押し入れて、またウィーンと出てくるわけですよ。あれ、いや、ちょっとこれ、アンデッドさん、なんか間違ったじゃないですか。もうそれ別にその、結構シンプルな、うん、その、機械の機械、別に MD の機能とか切り替えとか別にないし、CD 入れたら再生されるはずなんですよ。はいはい、なんかちょっと、もう、あ、危ないですよ、本当は。うん、運転中なんでね。うん、本当は言っちゃダメですけど、まあ、こう片手でね、ずっと入れて、はい、その結構繰り返してるんですよ。はいはいはい、でも、アンデッドさん、ちょっともう僕 見ますよって言って、うん、CD、ちゃんと電源入ってるからいろいろ見て、ああ、大丈夫かなと思って、パッとこう CD 手に取って見たんですよ。うん、たら特典 DVD
言って、おい落ちた落ちた、さすがにね、うん、ね、うん、出ますよそれ。あ、出たんやそれ、言っちゃったんや。で、まあそのもう一個入ってた CD を聞いて、別に大していい曲でもないし、じゃあそれいらんやん、その感想もいらんやん。まあまあそれで、まあまあそれで、まあその後もちょっとね、衝撃のことが起きた。もうまだまあいいかな、俺ちゃん的には。じゃあ言いましょうかね、それで、まあそれでちょっとコンビニ寄りましょうかと。おう、その後に。そう、よう寄れたの。まあまあちょっとね、あの飲み物でも買いましょうかってさ、落ち着いた方がいいよ、確かに。買おうか。いや、それいいんちゃう。それで、あのコンビニにガーッと入ったんですよ。広い駐車場だったんですけどね、コンビニとか入ったら、ガーン言って、あれ、なんかぶつかったんですよ。あたさん、なんかぶつかった。うん、バーン降りるじゃないですか。どっかへこんでないか。はいはい。何にぶつ、まあ、そもそもぶつかったんや。だ、まあ、あのほら、車止めってあるじゃないですか、縁石っていうんですかね、あれかなと思ったけど、それ、まあ、まだ遠いんですよ、駐車場のほう中ほどで、そこまで行ってないんですよ。で、何ぶつかったんや、見たんですよ、何もないですよ。目に見えない何かにぶつかり合い。いや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 、そういうミラクルを起こす人なんですね。ね、いやいや、でいいじゃねえよ。で、まあ、そのアンデッドさんが、あ、今回も、まあ、運営にいますので、ぜひこれさ、会いに来てください。またさ、これ慰安尺かさ。この情報聞いたのリスナーか参加者だ、どうくりゃいい。これなんか、いや、多分リスナーって聞いた人はアンデッドさん見つけたら、お耳を澄ましたよ。どの声出すんかなみたいな。まあまあそういうね、個性的なキャラクターもいらんよ、いますよ、個性すぎるよ。まあ本当フォローするわけじゃないですけど、本当いい人ですからね、一緒に行動したんだけど ね、一緒に飯行きましょうってね、言いたくなるような、まあ、いい人なんでね、言ってください。ね、ぜひ、まあ、皆さんもあの会場で見かけたらぜひね、ご食べてください。飯行きましょう、飯行きましょう、そしたらもうあの音が聞こえるよ。何かね、見ない、何かね、本当謎ですよあれ。な、UFO とかそういう系の話だと思うんですよ。ユーマ的な何かにぶつかったみたいな。嘘だもん、何もないのにガンなりますよ。まあそれはいいですよ ね、そろそろあの、まあ、余談もこんぐらいにして、うん、まあ、本題に入りたいなと。2週間余談しとるから。まあまあいろいろな話もねできたじゃないですか、思い出の話。そう、ね、これ合ってるね。そう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 、はい、ね。で、まあ、じゃあ早速聞いていきたいんですけど、お、今年の第1回、はい、TCS、はい、第11回か、第11回、はい、TCS、はい、まあ、もうはっきり言って、はい、売り、売り、今年の売り、はい、ここが見どころですよみたいな、はい、もう教えていただければなと、はい、思うんですけど、これはね、これまでのみたいな、こうちょっと置いておいて、結構明確なところとしてある、ね、うん、それをポンと言う。大会って、はい、皆さんが見てる大会、やっぱりこうメインイベント、メインのトーナメントっていうのがあると思うんです、はいはい、まあ、むしろ それだけだろうっていう、ね、方もいると思います、うん、その普通は大会って言ったらそれを指すので、うん、まあ、一般的にイメージするのもそうですよね。大会って言ってイメージするのもそこかなとは思います。よくてその大会の会場のところに出店が出てるからとか、その一般的な、ね、うん、イベントで言ったらあるけども、はいはいはい、で遊戯王の独自もなるのかな、CS 文化としてサブイベント、はいはい、メインイベントが大体予選と本戦が分かれてるから、はい、予選敗退した人、はい、どうしても本戦は進む人数少なくなっちゃうから、はいはい、そうですね、その、まあ、受け皿っていうとね、ちょっと、ま、負けたことをずっとみたいな話しないけど、そうやって本戦に上がらない人も多いから、そこあそことせっかくね、みんな集まってて、うんうんうん、それこそまだやりたいないよという人もいるから、サブイベントという文化がある中で、はいはい、今言ったように大体大会後半からやるんですよね、はい、サブイベントっていうのが、はいはい、そうですね、予選の終了と同時に始まる、そう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 、そうです、はい、でその中で今回はその一番違う点として、はい、朝一からサブイベントが動いてます、はい、なるほど、はい、なるほど、あのあのね、はい、いや、そうやけど、そうしか言わないんやけど。まあ、具体例とするとですね、はい、あの、まあ、メインイベントが予選1回戦始まりますよ、はい、開会式、自分がなんかこう講釈垂れて、でその後にこう
2000回戦始めてくださいと。そしたらもうサブイベントも始まっちゃってるんですよね。なるほど。でももうそこまで来たら、はい、サブっていうか、ね、いうことですよね。いやいや、あのね、それはねすごいわかるね。もうそれも TCS の、はい、そう言ったらメインというか、そうあの、はい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 、実際にこの会議とか打ち合わせのやり取りの中で、そのもうメインイベントという故障自体もちょっと考えたらどうかっていうぐらい、うんうん、そのもちろんメインイベントありきのイベントだとは思うんですけど、はい、サブじゃないんだと、はい、TCS の会場に入ると大きなみんなが集まるようなトーナメントもあって、一人でも誰でもできるようなイベントがあるとというとこまで持っていきたかったんですけど、あの遊戯王という文化こう作ってきた中でいきなりそういうのを打ち出しちゃうと、それはそれでハードルになっちゃうのかなと。まあまあその大会常連というか、うん、まあまあ数々ね、はい、CS っていうものにチャンピオンシップに参加してきた人にとってはまあまあ逆に混乱するというかね、馴染みがないだけに、うんうん、最初ねちょっととっつきにくさが逆に出るんじゃないかと、はいはい、ということで、まあ、故障としては残しつつ、意気込みとしてはもう本当はっきり言うともうメインイベントがたくさんあると思うんですよね。それもう一つがそのいわゆるメインイベント、トーナメントに向けて、はい、予選の成績を残して、はい、で決勝そしてまあ優勝を目指していくっていうような、はい、まあ、ガチンコバトルですよね。それに加えて並行して、はい、同じように参加できるものとしていろんな遊戯王の楽しみ方をやっていきました。その通りです。玉が何個もあるってことですね。そうちょっと玉まあまあ言わばですですよ、はい、まあ、大きな玉に小玉がちょろっとずつとかじゃなくて、はい、気持ち的にはもう大玉がいくつもあるんだと。そうですね、通り玉。いやいや、それ俺言ったじゃん。いや、まあまあだから玉って玉アンネットやめろ。まあまあ それが、はい、今年の最大の売りだ。最大の売りだ。まあ確かにね、だからそれを逆に打ち出しすぎても、はい、いわゆるその常連さん、はい、ね、今までにの形に慣れ親しんだ人に、うん、まあ、ちょっと混乱するかもっていうことで、まあ、故障は残しつつ、はい、まあ、気持ちの上では、いっぱいイベントを複合させたお祭りですよね。その通りです。なるほど、それは実に面白そうですね。あなたもやるのよ。そうやるんでしょ。そうですね。やっぱそこがやっぱ大きな概念との違い、はい、まあ、今年の売り込みポイント、もう目に見えて分かる。そうですね、ちょっと今ポッとね見てみます。だからそうですよね、まあ、ここで明確にこう押し出しておきたいのは、まあ、その僕も実際そうですけど、はい、いわゆるその現役今のリミットレギュレーションに合わせて、はい、強力なデッキを組んで、はい、でガチガチのどんなやつにも負けないぞっていうのをこう持ち込む、うん、いわゆるガチプレイヤーの人の受け皿もあるけど、はい、単純に遊戯王を楽しみたい、まあ、自分の使いたいのだけ使いたいとか、うん、まあ、そういった仲間とやりたい、うん、まあ、あとちょっと変わった遊戯王を遊んでみたい、遊戯王に、最近触ってないけど遊戯王のイベントあるなら行ってみようかなっていうような人が朝一から最後まで遊べちゃうと。そう、もう朝一からっていうのはね、ちょっとポンポとお知らせしまったけど、一日を通してっていうね、そうそこをね、うん、逆に言うと朝一来れなくてもそうです、ちょっとだけ後半から。だからそのいわゆるメイントーナメントってやつは、うん、予選を経ての決勝トーナメントだから、うん、最初から参加しないともちろん勝ち上がっていけないっていうのがあったんですけど、 そのイベント他のイベントに参加するにあたってはその開始スタートラインっていうのが明確に設けてあるわけじゃないから、うん、自分の期待時間に来て終わりまで遊べるとか、逆に初めから遊んで後に用事があるからお昼過ぎまで、まあ、自分の時間に合わせて遊戯王のイベントを楽しめると、うんうん、いいんですか、こんな真面目な。いやあのこれをしたかったからそうなんです。ずっとこれをね言いたかった。ちょっと不安になって。いやなんとかな、
今が本線、あ、そうね、これが本線、今予選長かったよ、これがやりたかった、やりがいがあった、これのためにね、アンデッドとかいいんよ、本当に、彼は悪くない、一番悪い、次、はい、はい、まあそういうことで、まあまあ、そこが最大の売りかな、うん、今回の違いっていうのは。まあ、もちろん売りっていう感じでね、うん、紹介したいのはたくさんあるけども、うん、違いとしてはここを一つ押さえてもらうと、そういいのかなと、で、ちなみにですよ、ほう、なんだ言ってみようまあまあなんかこうやっぱ僕から言うとちょっと気持ち悪いところもありますけど、その大気持ち悪い話だよ例年のね、これまでの第10回まで数えた TCS の中にもやっぱ、まあ、いいなとか、うんうん、TCS らしいなとか、うんうん、ちょっとこう風物詩じゃないけど名物じゃないけど、うんうん、そういうのがあったんじゃないかなと思うんですよ、うん、ああ、いいとこね、そういうのが、ね、その大会そのものの形がこう変形したことによって、うんうん、なっちゃうんじゃないかなとかいうのをちょっと思うんですけど、そうね、そのね、逆にその今までのこんないいとこが残ってますよみたいな宣伝ポイントがあればどうぞ。なるほどね、今の話だけ聞くと変わっちゃったのかみたいなね、イメージ、ひょっとしたら、ひょっとしたら誰かも、まあ、まあ、そう質問されたんであればそうではないと、まあ、まず言ったところで説明をねさせていただきたいなっていう話になるんですけど、いいでしょうありがとうございます、はい、2週間待ったんでそうですね、情報の順番にいってみようかな。まず TCS の中では物販があります。物販、物販、はい、そうですね、もう物販というものから連想するものを抱いて来てくれればと思う限りで、うん、カード、遊戯王、サプライからとしたらシングルカードも結構厳選して持ってきてくれていたりですね、あのお店が物販もしてくれるので、ああそういうカードショップが出店する、そうなんです、ああなるほど、そうですね、あの物販会のイメージがなんか ちょこっとこう置いてるみたいな、今キオスクとかそういう全然全然、まあ、キオスク近いスポーツ新聞とか置いてるみたいな、そう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 、まあ、カードショップが来て、そう、出張店舗みたいな、出張店舗、まさにそのとおり。なるほど。まあなので今でこそね、この一夜二夜で触れたようなまだショップが周りになかったとかそういう時代を経験した自分もありますけども、うん、TCS 会場に来ると、まあ、ちょっとした、ね、買い物ぐらいはもう任せていただきたいなと。なるほど。で、この大会前、あ、5はダメか、あの大会前に出るような商品は目玉商品とかも取り揃えるような準備をしてますので、なるほど、なるほど、まあ、ぜひね、他の人敵回すわけじゃないんですけど、年末の、ね、買い物は TCS の会場でねやっていただけたらなとかね思って、まあそれはやっぱりそれなりの特典的なものが、特典特典ですか、まあ、要はその会場ならではのみたいな、あ、これはね、お店の方もね、ちょっと教えてくれないみたいな、まあ当然そう、楽しみだし、やっぱね、結構ここにかけるお店の方も、うん、意気込みがあるので本当にね、掘り出し物っていうんですか、です、ね、結構ここはちょっと期待していいんじゃないかな、ですよね、ですよまあで、ちょっと具体例はね、挙げられないのがね、ちょっと残念かもしれませんけど、まあ過去 あの大会でいくと、まあブルーアイズですよね、どっから誰かが始める動機になったブルーアイズの、まあ、いわゆるシクブル、あ、ね、偉いやつそれがこう用意された大会があったんですよ、それ鑑定団とかに出すやつじゃないですかまあそういうやつね、シクブルを出すかは知らんけどシクブルを出すか知らんけど、まあそういうもの、まあまあまあ、その遊戯王界で言う、うん、まあ骨董品、骨董品で、まあまあね、ご存じない方ももしかしたらいるかもしれないですけど、ああ、そうそう、ね、まあ、今ではもう絶対に普通には手に入らないレベルの、あの、まあ、まあ幻と言われるぐらいのレアリティだね、でもそれが本当果樹にあったわけですからね、でしかも多分それ全部売れたんですよね、でもそれがね欲しいっつっても手に入らないものですから、そう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 、
まず出回ってないっていうのがあるし、それをもうどんどんやっぱもうね、その集めたいっていう人の手に収まっちゃうと、もうなかなか出てこないっていうのもあるから、その地上にまず出回る機会がほとんどない。それはすごい話ですね。いやそういう、そういうのが、都市伝説みたいな話ですもんね、祝福の売り買いみたいな。あの時のね、物販はすごかった。いや、今回もすごいと思うんやけど。いやいや、だからまあそれぐらいの、まあ、ショップもこう TCS に、ね、意気込みを持って出店してるっていうのをね。そうそうそう、だから、まあまあ、単純にお値段とかいう話じゃなくても、そうそうそう、品揃えとか、そうそう、まあ、あとはね、やっぱり、鉄さんが縁を持った、ショップさんですから、はい、単純にいい人、ね、いい人ですね。そういうのもありますからね。まあまあそういうのもちょっとショップの面の期待して、ショップの面の期待してですね。あと例年のやつでいくと、はい、食ですね。食、食、ドドン。カレー出します。カレー、カレー、もういいや。もういいですか。カレー、カレー、いやいやカレーだよ。人やカレー。そうです。そうです。まあ、まあこれね、TCS、まあまあ、その直近でもね、参加していただいた人はご存知かと思うんですけど、もともと移動販売をされてるカレー、まあ、カレー専門店ですよね、うんうんうん、まあ、縁あって、はい、まあ、うちで出張店舗、販売してみませんかと、はい、結局ね、日中っていうか、その日がない一日やるイベントですから、はい、当然お腹空きますよね。はい、そこで、はい、カレーを会場で販売していると、はい、そうです。で買って、しかもこのカレーがうまいんですよ。これうまいんですよ。うまいんですよ、これ が、 これが聞いてます。いや今日聞いとけ聞いとけ。あ、聞いとけ。いやでもこれがね、もうほんとちょっと名物ですよね。いや最初に何回大会から最初はポッと出らんけど、うまいんですよ。最初はね、やっぱ物を売るのがまず、物販こそ今定着したかもしれないけど、まず食べ物を売ると。で食べ物で立てきた弁当やろとか他弁当か、うん、まあ、なんかそういう、まあまあね、そういうのはまだ分かるけど、まあ、カレーですよ。そうです。実際にこうそれがね、やっぱりあの手軽さと、うん、あとその嫌い食べれないって人がもうほぼいない。あ、もうみんな大好き、みんな大好き、カレーライス、カレーライス、うん、がね。でそれが実は結構売れてるんですよ。じゃあ売れてるんですよ。結構びっくりしますよ、ね、結構びっくりします。結構飛ぶように売れるんですよね、うん、もうあの会場を閉めて帰るときはカレー屋さんの笑顔。それはそれはそれはシーン、それはシーン、ちょっとやらしい。いやでも本当に美味しくて、あのスタッフもね、あのこれ、うん、あのお昼にさせてもらってるんですけど、そう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 、これね本当に美味しい。で、ぜひ食べてほしい。これはね、やっぱりね、これはあの普通にね、あの探せば一応食べれるんですよ、ね、はいはい、普段一応カレー屋さんとしてやってますから。そうそうそう、はい、ただ、なかなか地域的な、距離的な問題とか、うんうん、まあ、まあそこまで巡り合うのが難しかったりもしますので、ここは、まあ、記念と思ってぜひ食べていただきたい。確かに記念と、ね、これね、あれです。本当にお墨付きということで。あ一応して。ありがとうございます。あの本当に。ありがとうございます。美味しいんですよ、これが。だから僕もなんか年末 TCS を楽しみにしてるっていうよりはこのカレーを楽しみにしてる。そうだろ。それぐらい。そうだ。それぐらいね。あのやっぱ美味しいんですよ。でね、まあまああんまりね、もうベタ褒めするのはあんま好きじゃないんで、これぐらいしときますけど。だいぶカレーを締めてきた。冷めるのが早いんですよ。カレーは熱々ですよ、うん、今ちょっとそれ言おうと思って冷める、はい、どうぞ。そういうことです。はい、カレーしかしてんの。カレーです。いや分かった。まあ一つの名物だと。ああ、ほんとほんと、それ名物なんで、もうぜひぜひご準備ください。これでも CS の中ではちょっと珍しいことですかね。その、まあ、やってるのもあるかもしれないんですけど、名物までいってるような。ああ、ねえ、その名物になる時っていうのは美味しいっていうのももちろんやけど、定期的にやることによる その、ね、まずいとは絶対言わないですけど、やっぱ仮にまずくても多分毎年やっとったら
その名物っていうんですか、なんちゅうかね。まあまあまあそうですよね。ただそれだけ継続できたそのまあそのカレー屋さんとデスさんのまあ癒着、はい、最悪じゃない。ああ、言い方があれですけど、ね、まあその癒着、癒着と M やばいよ。そういうことですね。そういうことです。まあまあこれはぜひ楽しみにしてほしいなと。ぜひと。じゃあですね、テスさん、はい、ここで、まあ、そのさっき言ってたじゃないですか、イベントがね、はい、いろいろ並行して、はいはいはい、まあ、それは分かったと。何があるか言えと、まあ、なるほど、まあ、言うのが多分、リスナーの、ね、声じゃないかなと思って代弁するんですけど、ちょっと教えてもらうことができるんですか。ちょっとだけですよ。いや、やっぱり。あ、じゃあ教えてください、教えてください。いいですか、はい、いいですか、はい、教えてください。いや、大会ベースの音やろとか言わんのまあね、今もう時期的に、ね、時期的に大会ベース見れば何をやるかは別に書いてるそんなもったいぶることではないんですけど、まあせっかくなんでね、はい、ちょっと紹介ということで、はいはい、そうですね、サブイベントという括りで今まで言ったようなそのカレーとか、はい、まあ、物販もあるというところで、はいはい、もちろんプレイするものもあります、はい、そうですよね、はい。で、プレーの仕方っていうのもちょっとなんだやり方が違うと思うんですか。デュエリストといえばデッキを持ってくる。そうだね、まあ、デッキを持ってきてやる、はい、で中には、まあ、そうじゃなくても関わりたいというか、うん、まあ、ちょっと、まあ、休憩じゃないんですけども、うん、まあ、そういった人たちの、まあ、ある種の遊戯をやりたいけど別に対戦じゃなくてこうニーズがあるというか、そういうのを思うんですよね、はいはいはい。で、今回はですねサブイベントにひょっとした名前聞いたことがある方もいるかもしれないですけど、誰だ、フォードって知ってます、あっちゃん怒られるよ、これこれピーですまあ、どっちにしよう、名前をしてもあのバックボーン説明せないでいかないから、内容でね、関東から、はい、まあ、著名なこのサブイベントの申し子みたいな感じで来られるわけですよ。でその人の説明はもうちょっとこう省くんで、はい、内容の説明というところでね、まあ、言い方です、名前聞いてあっと思った時はもう、そうそうそう、はい、で具体的にどんなことをやるのかっていうんですけど、遊戯王カード自体は実際に使ったイベントです。ほうほう。で自分たちがデッキを持ち込むんではなくて、そうですね、ものすごく簡単に言うとその遊戯王カードを使った、まあ、そのトランプなりその別のカードゲームの遊び方というかをやるイベントがあります。なるほど、はい。で、イベントの名前だけで言いますと、デュエルチェス、デュエルチェスエクストラサン、エクストラサンまあいいんじゃないそれで、はいはい、というイベントをやります。まあ、なんか名前聞いただけでおっという感じで、ね、要はその普段見慣れたというか、はい、そういうカードの絵柄を見つつ、はい、やっぱそれをこう手に持ちつつも、はい、また違ったこう、はい、楽しみ方を、そう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 、提供してくれるやつが、そうそうそう、はい、あるんです。なるほど、まあ、ちょっと詳細なルールに関してはそれこそページを見てもらった方がいいっていうのはあるんですけど、まあね、エクストラサモンに関しては実はちょっと、ね、知識みたいな、はい、プレイングというよりは遊戯王に造形がある方がちょっと有利になるんじゃないか。へえ、なるほど。もちろん誰が来てもできないってわけじゃないですけど、そういうのがありつつこのデュエルチェスの方は何でしょうね、まあ、それこそチェスと名の付くぐらいですから、はい、遊戯王強い人が何だろう、そういうボードゲームに強いのかなんじゃないですけど、ちょっとね、こう多分筋肉はどっちもつかない、筋肉はいらない、ね、筋肉はいらない、カードを持ち上げる力だけあればいいそうです、そこはご約束します、はい、大丈夫です、はい、なるほど。まあまあ新しい遊戯王の、そう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 、ね、できるんだと、うん、それはまあもちろんそのね、別のイベントに参加しつつの息抜きにもいいでしょうし、要はカードを何も持たなくても遊びに来て、そうそうそう、遊戯王に携われるとできちゃう、できちゃう、それは面白いですね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。それはぜひ参加してもらいたいなと思いますね。君もやるね
言ってね。あの私黒鳥も、はい、まあ、一つサブウェイト担当して、はい、やらせていただきます、はい、でまあ、あのこれもね以上今これ、まあ、予定っていうことなんですけど、はい、あのカードを持ってなくても遊戯はできますよっていうのを、はい、私も同じです、うんうんうん、で、そうですね、スピードデュエルっていうんですかね、懐かしい響きかもしれない。スピードデュエル、分かる人は分かる。まあ昔ね、なんかアーケード版遊戯王とかちょっとあったんですよね。はいはいはい、デュエルタウン、はいはい、まああれをちょっとイメージしてもらったらいいなと思うんですけど、うんうん、まあ、簡易版遊戯王みたいな感じで、うんうん、対戦一つ一つがまあ割とスピーディーで、はいはい、まあ、普通のデュエルをもギュッとした感じ、うんうん、ただしまあルールはそのままみたいな感じの、はい、手札を使って場に出して攻撃してみたいなのは変わらない、うんうん、でまあちょっとした戦略が生まれるのも変わらない、ただこうギュッとしてるだけでスピーディーにできるよと、はい、でまあそれを、デッキをこちらで用意してお貸しして、はい、ちゃっとこうできちゃうと、うん、だから、遊戯王って今こんな盛り上がってんだと懐かしい感じで来た人もはいはい、はい、ちょっとルールを思い出していただければ、うん、できちゃうできちゃうんですよ、これが。いいじゃないですか。っていうのを、一つのイベントの一角で、うん、ちょこちょこっとやろうかな。いやいや、普通にやっていいから。普通にそれはやっていい。そんな細々しない。この線でいい。この線でいい。まあ、それちょっとね、やろうかなと今、画策してる次第ですよ。いいですね。いいんじゃないですか。だからね、やっぱりね、今の環境がドーンとかいう話がね、うん、あるじゃないですか。うん、はい、ちょっとこう、パワーゲームすぎるとか、あの展開が早いとか、はいはい、いう人にとっても、あの遊戯王ってこうだったよねっていう場にもなるかなとね。まあもちろん今やってる遊戯王ももちろん遊戯王、はい、で、リミット遊戯場変わっても遊戯は遊戯王、はいはい、それがそれぞれにやっぱ楽しみ場がちゃんと作ってあるっていうのは思うんですけど、はい、まあちょっとね立ち返って、はい、シンプルな遊戯王もどうかなというのでご用意しております。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそういうことでね、そのイベントにもぜひ足を運んでいただけたらなというところで、はい、これ以上は見せられないよ。大会ページ見てほしいっていうのが実際ちょっとまあね、大会に来られる方、うん、まあまだ検討されてる方もぜひ、第11回 TCS の大会ページをご覧になって、うん、で、まあ、まずあの鉄の挨拶とか飛ばしていってそこから下を読んでいただいてじゃあこの1周目と2周目飛ばすよみたいな、まあ、そういうことですよね、まあ、見ていただいて、はい、その通りです。で、まあね、この3周で、どれぐらい魅力を伝えられたかっていうのは分からないですけど、いや伝えられてない。いやでもこれを聞いて、はい、鍋が食べたくなったとかそれ一周目やったっけ、トイレの時気になるようになったとかいう人は出てくるはずなんですよ。影響は影響が出てくる、影響は出るね。大会に影響あるの。いやさ、これさ、全然話関係ないんですよ。会場となる南近代ビルあるんですけど、そもそもトイレ1個ずつしかないとかご利用は計画的、ご利用は計画的ですね。ですね、はい。さてさ、はい、全部で3週にわたってやってまいりました、はい、鉄取り屋は、はい、今回が、最終週と、最終週ということになります。一応の区切りですね。区切りです。決着ですよ。なんか対決対決対決で、あ、なるほど、あ、そういうくだり。2週目どう、はい、でまあこれがね、今後こういう形での、はい、番組的なのが、ね、はい、あるのかないのかは、はい、皆さんのいいねの数に、はい、やしいな、本当かよ。いや、まあ、それがね、まあ、分かんないですけど、まあ、好評だったらね、はい、まあ、またこんな感じのことをやってもいいかなと、はい、でまあ、不評だったら、はい、この鉄取りやわっていうタイトルだけすり替えて、まあ、また別のやろうかなと結局やるかいってやるじゃないですよね。まあ、今回がラストですよ。ラストですか、はい、あとはまあ TCS で会いましょうと、はい、ね、
遠方でねちょっと行けないみたいな人もね、この年末、うん、福岡へどうぞ。行けないって言ったらまあまあそういうことでね、はい、あとは会場で会うだけということで。ああそうね。どうですかテスさん、はい、この3週やってきましたけど、はい、振り返りを振り返りっつってこうフフってなるぐらいにあのなんすかね、こうフフってなる理由見た方は分かると思うんですよ。あの大会の説明戦でね、あの個人のね面白い話とかねこうするばっかでね。そんなことない。いやいや、それこ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 れあれまさきやったね。であのこれ言ってあのだからですよ、しどろもどろになるのはね、その大会もしてほしいけど、人をね、やってる人をね、してほしいなっていう。なるほど、大会出るときは、うん、どんなやつがやってんだと、そうそうそう、主催者が、うん、こんな人なんだと、うんうん、いうのを、まあ、知ってほしくて、そうまあ、こういったね、お近づきの放送もやったということですね。もちろんね、こう大会にポッと来て、別にこう自分と何か関わりを持って帰ろうとか、別にそういうことをシュッて言ってるわけではなくて、こう人となりを知ることによって、あとこの TCS の経緯とか知ることによって、あ、これはこういう理由でこうなってるんだなと、この出来事があったからこういう感じになってるのかとか、そういうのを知るとこうより楽しめる、そういう放送にしたかったんよね。そうです。そうよね。そう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 です。そうです。まあやってよかったんじゃないかなと思います。そうだ ね、うん、まあ実験的なところも多かったですけど、うん、ね、面白い話もできたし。そうやね、面白いことしか言ってないみたいな、なんかそれなりにちょっと気になってんだよ。いやいやいや、よかったですよ、はい、まあそういうことでね、まあ今後があるかどうかは、お楽しみにということで、はい、まああの TCS にね、はい、皆さん、はい、来てくださいねと、はい、ね、はい、いうことです。その通りです、はい、じゃあお別れの一言、はいはい、第10回テスチャンピオンシップ12月24日クリスマスにあるんで、ぜひぜひ来てください。来てください。さよなら。ありがとうございました。